演舞開演。どうも、私のスレスレなる日常演舞さんですよね。はい、というわけで本日はこちらファミリーマートのソルティーヤとお酢肉を食べたいと思います。全粒粉生地ということは食物繊維の豊富でございましょうか。ソルティーヤチップスでは食べたことありますけど、こういうのは初めてなので、とても楽しみです。あら、キャベツの香りいいですね。ではいただきます。トルティーヤ生地は薄めのナンが弾力のあるもっちりとした食感でしたね。そこにキャベツのシャキシャキ食感が麺で生きています。そしてタコスミートのちょっと辛い感じがさっぱりとできて、これもまた食欲がとっても美味しかったです。ただミートと書いてあるのにはお肉がちょっと控えになってもらったような部分でありますね。ですがその分ヘルシーともいいかもしれませんので、こちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。エンドですね。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。